これは4結構月のビッ真んト中コぐイらいンからでもすね。下がってきてますからね。もうちょっと下がっていっても別におかしくはないくらいな見方ってことですかね。まあ分かんないけど。ストーリーがもうないんですよね。分かる、分かる。一応、そう、エネルギーがない。ビットコインの ETF がとかって言ってたんですけど、まあ正直コインベースの上場に比べると全然不確定すぎるし、まあそれが成立したからって言って、そこまで大きく変わる話じゃないってみんななんとなく薄々分かってるんで、なんか新規に買い進めていく材料がないんですよね、意外と。分かるわ。それは自分も全体はなんとなく、まあ、見てるんで分かるんですけど、そうビットコインはなんとなく分かるんだよね。今やっぱり力ない感じが弱々しいから、はい、ただちょっとこの企画で、無理にこうシナリオを作ろうとしているところがあって、まあ、例えばじゃあこれから BNB がコインベース上場した後に例えばバイナンスに注目が集まるぞみたいな、結構確かにそれってすごい浅いロジックなんで、希望観測ですよね、半分くらい。希望ですよね。こうあってほしいみたいな。そうそうそう。それやっちゃダメってことですね、簡単に言うと。まあ、たまたまそれがうまくかみ合うこともあるんですけど、うんうんうん、それに、要するに全ベットして、かみ合わなくて、ね、なんかゲームオーバーみたいなのは、ちょっと、はい、投資人生は長いので。まだ確かに今自信ないんですよね。例えば BNB とか草間とか買った時も結構自信あったんですよ。全部草間にしましたけど、はい、当時200万くらいあったの、はい、結構上がりましたし、それで割といいタイミングで入っていいタイミングで出たんで、その次のバイナンスもなんかこう CG とかがすごいこう煽ってて、イーサリアムの手数料が高くてこれからは BSC みたいなあ、また生きり始めたと思ってインしてみたいな、まあ、なんか割とそこら辺は簡単だったんですけど、今そういうのがあまり自信があるものがないので、ちょっとだから自分も慎重になった方がいいかもしれないなって思いましたね。まあ分かってはいるんですけど、ただやっぱ600万を一度見て400万まで下がってきちゃってるんで、ちくしょうなんとかって草コイン志向になってるところはありましたね、うん、まあ草で攻め攻めでいかなくても実際トレーディングってやること結構あるんで、まだやることを淡々とやればいいかなと思ってってますね。で、なんか、この1ヶ月ぐらい僕がどういう心境だったかなっていうのをちょっと自分で今なんかツイッター開いて自分のツイート欄見ながらちょっとどう思ってたかなって考えてたんですけど、ちょっと共有しましょう。画面共有で。画面共有できますか？ちょっと待ってください。できないかも。ですね。あ、できるできる。これでいいかな。うん、はい。どうですか、ね、はい。見えてます？見えてます。見えてます。で、まあ、これ4月、まあ、3月ぐらいからちょっと見てたんですけど、まあ、この辺は雑談なんですけど、4月2日くらいからか、うん、ちょうどこの1ヶ月ですね、うん、この1ヶ月ぐらいで言うと、まあ、この辺はなんかマジの雑談なんですけど、ですね、あ、この辺ですね、あの4月の頭って僕この辺のツイートで、うん、なんか金利だけ見てたら、うんうん、追っかけるよりも追っかけたい人に金貸したいなって気分だなって言ってるんですよね、うんうんうん、でその後イーサの先物のプレミアムやばいって言ってたんですけど、うんうんうん、まあ、要するにですね、この時ってあの相場すごい強かったんですけど、僕がやばいなって思ってたのは、要するにあの先物にめちゃくちゃレバレッジかけて、うん、あの買ってる人が多くて現物との乖離がひどかった、うんたんですよね。で同時にその無期限先物っていう、まあ、今一番クリプトの世界で流行ってるデリバティブがあるんですけど、そこでロングしてる人たちってめちゃくちゃな金利を支払ってですね、要するに自分らの買いたいんだけど買う種銭がないんで、ファンディングしてそれで買ってるって状態、ロング立ててるって状態だったんですよ。でめちゃくちゃなボーリーでやってて、いやいや、なんかみんなキャッシュがないのに高値を追いかけたいからそんなことやってて、普通に考えて やばいでしょって思ってたのがこの辺なんですよね、うん、でですねまあ XRP が吹き上がって、あったね、ここ XRP 吹き上がった、ね、そうそうそう、なんか誰がこんなバカみたいな金利払ってんだっていう話してたんですけど、うん、はいはい、この時って年利で言うと、まあ年利換算してもしょうがないんですけど、年利で言うと 50% とか、うん、普通に払ってるぐらいの計算の、あのファンディングレートだったんですよね。で僕はもうこの辺から全部自分のポジション落としてて、逆にあの金を貸す側になってたっていう、はいはいはい、だっ
まあ、リスクフリー、完全なリスクフリーじゃないですけど、うん、リスクフリーに近いレートで年利で 30% とか 50% とかもらえるんだったらそれは拾いに行くって話で、うん、完全に貸す側になったんですよね、うん、でマイケル・セイラーがまたビットコインを買ったよって発表してたと、うん、であとはですね、まあ、このあたりコインベースの上場の話が近かったはずで盛り上がりましたねコインベース上場、はい、うん、で、まあ、BNB がさっきのコインベース理論で上がってたりとかしてた時にですね、一方で、GBTC がですね、あの結構めちゃくちゃ売られてて、ずっとプレミアムが乗ってた、つまりそのグレースケールが保有してるビットコインの額より、あの GBTC の価格、あの時価総額の方が高かったんですけど、逆に下がってですね、保有してる BTC の総額より安いっていうことになってて、逆にその GBTC を買ってる、あの持ってる投資家の人たちが、いやいやこれ買い取れやって言ってきてるっていうのがあって、まあ、この辺から結構需給がやばいなと思ったんですよね、うん、だってこれ実際実現すると GBTC がどうするかっていうと、保有してる現物を売り出してそれキャッシュに変えて、うん、その受益証券を買い付けるっていう逆回転が始まるはずだったんで、うん、まあ、なんかあ GBTC からのその買い上げのっていうのはあんま期待できないなってなったんですよね、この辺で。多分結構この辺でもうだいぶ僕の心理は手締まりムードに入ってたんですけど、うん、ですね、で一方でコインベースの話があったんで、まあ、BTC がもうほぼ ATH 近くに来てたんですよね、うん、でももはやもう興味なくしてて、ここであのファンディングレートを拾いに行くっていう戦略に変わって、うんうん、まあ、これイーサリアムで現物と先物でポジション組んで、まあ、上がろうが下がろうが変動しないって感じになったんですけど、これで毎時70ドルとか100ドルとか入ってくるっていう、もう壊れたファンディングレートで、フロー所得ですよ、はい、フロー所得がもうあまりにも高すぎるんで、これはおかしいですよね、うん、まあ、これ実際続かないんでこんなのですけど、まあ、そんな状態にあったっていうことで、ですね、このあと、これが4月13日のツイートなんですけど、コインベースのリスティングがもうなんか最後の材料なんじゃないかみたいな、うん、なんかあったっけと思って、もう何もないよねって思ってたんですよね、この頃。わかる、これは全く同じ話を別の企画でもしていて、はい、ないんですよね、大きいのが、うん、でももうこの辺のツイートからもう完全にもう僕はもうこのバブルはちょっとやばいなっていう空気。俺はヨーロッパンさんのツイートを見るべきだったと。そういうことですね。ここに答えがあったんで。ここに答えが、はい、でもうなんか暇になったんで、このバイナンスの金利が、これ8時間ごとの金利なんですけど、8時間ごとで 0.11% とかなんで、なんか何感動なの、ふざけてるなみたいな。この頃あのカイジがちょうど周年で無料公開されてたんで。解除を読みながらですね、このめちゃくちゃな金利に対してこう 150% 解除の、あの駒を張るっていう、もう完全に遊びモードに入ってた頃ですね。でこれはもう、もう完全に皮肉ですね。50ベーシスとか払って、うん、キャリー、まあ、キャリーっていう、あの金借りてそれでトレードして買ってるって思ってるんだから、もうそれはすごいよねっていう。うんうんうん、めちゃくちゃ暴利で金を借りて張ってるんですよ、みんな、この時って、うん、4月14日とかって。うん、もうまあ、ちょっと強きすぎというか、もう、はい、もう完全にやばいなって思って。やばい。やばい。もう踊ってる状態ですよ、なんかみんな。踊りまくりで、で、もうでもコインベースの上場が4月14日、これ来るんですよね。うん、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 あ、14日じゃないか、これはインディケーテッドだから、まだ売り出しの値段が決まった時か。はい。で、まあなんか同時の祭りが始まったりとかして、うん。まあ同時デーが、イーロン・マスクが、そう、同時が。やばかったね。同時がムーンだとかって言ってた。だってこの企画で50万円を1月に始めたときに同時に全部入れたら、それだけでもうすごいことになってるじゃないの。確かにそうですよね。1000万とか。そのままにしてたら、うんうん。まあそんなやつは多分いないと思いますけど、ずっと3ヶ月か4ヶ月同時を踊りしてるみたいな。
で、まあ16日の段階ではもうなんかみんな、なんか下がったら買いだとかって言ってたんで、うん、ダウンサイドリスクこいつら考えてないなっていうのをツイートしてた頃ですよね、うんうんうん、クリプトだと 3,4 割ぐらい下がるっていうのがもうしょっちゅうあるよっていうツイートしてたくらいで、まあ、うん、まあなんかそんな感じですね。もうこの辺から僕ほとんどポジション持ってないんで、おう、はい、もう終わりだなって思ってて、まあ下がってたのが20日ぐらいからでしたっけね。この辺くらいだった、ね。そうですね。もうがっつり下がり始めましたね、うん、この1週間から。はい。で、うん、まあなんかそんな感じのことを思ってたって。なるほどね。はい。つまりヨーロピアンさんがやっぱり前のやっぱこの手仕舞いをいつするかってところをちゃんと冷静に見極められてる、ね。めっちゃ大事ですよね。上がってる時は誰でもある意味利益出せますからね。うん、うん、受ける時は難しいですね。それは自分も全然まだうまくできてない感じがします。今月結構いろいろあったんで、みんなやっぱりその次から次にね、なんかいろいろあるから夢中になっちゃってたんですけど、うん、まあ、なんかいろんな指標を見てると、うん、やっぱそうやばいなっていうのが、うん、まあ、ある意味ある。指標っていうとヨーロピアンさんが主に見てるのはやっぱりファンディングレート、うん、そうですね。やっぱファンディング、まあ、みんなが要するに金ないから借りて貼るわけで、うんうん、その借りて貼るレートがあんまりにも高いレートっていうのは、ね、うん、冷静さを失ってますよね、普通に考えると。うん、なるほど。うん、で、あと、なんか、確かに分かりやすいな。みんな現金はゴミとか言い出すんですけど、ってか実際言ってるんですけど、うん、そうは言ってもですね、みんなが入金したお金を奪い合ってるっていう、まあ、出口っていうんですけど、出口そこにしかないんで、うん、売りたいときは、みんなが、その口座に入れた JPY とか USD とかっていうのの総額しか出口がないわけで、あのその草同士をこう交換し合って、そのレートが釣り上がっていって、見かけ上のその、まあ含み益というか総額が膨れ上がっていってもですね、それをちゃんとそのキャッシュにできるかっていうと、その出口は全員分ないんですよね。イストリーゲームなんで、っていうことをちょっと思い出していかないと、こうやっぱ逆回転になり始めた時に、うん、あのなんていうかな、2階建て3階建てで取引してる人たちは、うん、はい、特にやっぱり影響がでかいなっていう。そうですね、はい、自分はレバレッジ使ってなくても、まあ、間接的に被害に遭いましたからねそうですね、うん、まあ実際レバ使ってなくても、例えば、うん、まあ、FTX とかいうデリバティブの取引所で、うん、まあ、BTC とか、うん、BTC じゃなくても全然アルトコインとかを証拠金にできるんですよ、うん、で証拠金にして、ああ担保にして金借りて、うん、あのさらに草のロングとかできるんですよね、うん、でそうやって日賀さんの持ってる草が釣り上がって、うん、まあ、BNB とかもそうですけど、うん、みんななんか他のクリプトを売らずに担保に入れて、ね、うん、そのなんか、はい、白票のような評価値を使ってさらに倍プッシュだみたいな感じでやった結果、価格上がってるんで、そうですよね、まあ、やっぱ直接的にではないですけど、それで関わってるんでそうなんですよ。だから日賀さんは現物しか買ってないつもりでも、うん、そのあのプライシングはそのみんなが金借りて貼ったロングの上に成り立ってるみたいな、まあ、そんな感じです、ね。だからこれやっぱ無視できないですね、自分も現物しか買ってないんで、ね、うん、ちなみに今ファンディングレートで言うと今ちょっと落ち着いてきてるんですかね、どんな感じ。はい、だいぶマシです。だいぶ今って相当マシで、うん、その環境だけで言うと、まあ、僕はなんか正直だいぶ改善されたんで、お、先週とか先々週くらいよりは、まあ、なんか気持ち的にはまだ今ならまだ買えるのっていう気持ちですね。そろそろ買わないんですけど、様子見ながら入るタイミングをちょっと伺ってるみたいな感じですかね。なんかいい材料というか、うん、その相場のトレンドを作るようなテーマがうまく出てくれば、うん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 、環境自体はいいですよね、うん、なるほどなるほど、うん、1,2 週間前に比べたら 1,2 週間前は本当どうしようもないかと思うんでそうですよ。ですでもただその肝心のそのネタがやっぱね、あのコインベース上場以降ないんで、うんうん、これはさっきも話した話ですけど、なんか手がかりないですよね、買っていく、うんうん、なるほど。そういうネタがなくなった時っていうのはなんか何をしてたらいいんですかね。
まあ、それはですね、まあ、人によりけりなんですけど、ちょっと待ってくださいね。まあ、僕は主に金貸し業を営んだりとか、うん、金貸し業っていうか、要するにファンディングレートを取りに行くような、うん、ポジションを組んだりとか、あるいはそのファーミングですね、いわゆるデファイで、うん、まあ、コントラクトに、資金をロックしてですね、うん、なぜかもらえるトークンをなぜか買いたい人に売るっていう、まあ、なぜは聞いちゃダメですね。仕事を したりとかっていうのをやりますね。でも基本やっぱりそれだから、うん、この次の動画でちょっともう少し詳しく聞きたいと思っていて、うん、今もっちも自分もなんですけど、はい、基本的には銘柄を選択して、うん、まあ、インして、まあ、売買をしてっていうのが、まあ、基本的なやってることなんですけど、まあ、それ以外にもいろいろこう、はい、よりリスクが低い形で、まあ、着実に、うん、まあ、お金を増やしていく方法っていうのはあるということなので、まあ、具体的にできることとか戦略をちょっとこの次の動画で教えてほしいなと思ってます。そしたらすごいこれはいい導入になったと思うんで、はい、今ちょうど自分も何買ったらいいか分かんないし、いまいち材料がないなっていうこの停滞の感じなんで、はい、その時にできることは何なのかっていう話ですよね。これ重要だと思うんですけど、うん、まあ、ステーキングとか、まあ、もっちもステーキングって何ですかとか、何をやればいいんですかって質問あったんですけど、うん、もっちは本当はこっちの方が好きなのかもしれないですね。安定して稼げるみたいな。そうですね、なんかやっぱちょっとずっとマーケット見てない時とかはやっぱすごいボラが激しいので、うん、なんかそんなに張り付かなくても、張り付けない時にできることがあると嬉しいなと思ってます、うん、確かにもっちはこっちの方がいい、正確に合ってるね、うん、やり方が。確かにいつかれば今ちょっと僕が、うん、ごめんなさい、FTX の PNL を開いたんで、はい、そこも共有しましょうか。はい、お願いします。これは画面が見えてるのかな？画面共有が、画面共有で切ったんですね。ちょっと待ってください。はい、お願いします。これでいいのかな？はい。はい。これがですね、まあ、さっき話しながらも、まあ、ほとんど4月の真ん中ぐらいから、ここちょうどレンジに入ってるんですけど、これ僕ビットコインの現物はまあ一定以下には絶対にしない、絶対に売らないっていう信念があるんで、裸で持ってる分があるんで、まあ、その PNL の変動はあるんですけど、うんうん、この3月末ぐらいから4月の真ん中くらいまで増やしていったやつがもうこれ停滞に入ってるのは多分見たら分かるんですよね、うんうん、このエリアは、うん、でこれ、ですね。いくらだ ?11 万ドルぐらいから。うん。うん。まあ、大体10、そうですね。100万ドルですね。100万ドルが140万ドルぐらい。うん、まあ、プラス 40% ぐらいになったんで、うん、まあ、本当にこの。1ヶ月でってことですよね。はい、すごい。プラス 40% ぐらい。まあ、日傘に比べたら全然パフォーマンスは。まあ、金額が違いますからね、大きさが。いや、はい、自分で言うのもなんですけど、自分 の, あの大部分のポートフォリオで同じ戦略絶対取らないですから、ね、もう間違っても取らないです。そんな同じことしないです。怖くて寝れないですよ、ね、そうです。結構現物持ってるんで、現物の変動を表示すると結構、うんうんうん、激しく1日で動くんですけど、うんうん、まあ、でも大体、まあ、こんな感じで右肩上がり、うんうん、だったんですけど、やっぱ4月の真ん中ぐらいからもポジション落としてるんで、もうほぼ横ばいですね。うんうん、だからまあなんかこういう、これは比較的リスクが低い、比較的リスクが低くて、でもこれくらいはいけたよっていうことでいいんですか？そうですね、はい、うん、この1ヶ月で言うと、まあ、僕は本当に他の多分トレーダーに比べ、クリプトのトレーダーに比べたら相当リスク取らない派なんですよ、うんうん、派なんですけど、うんうんうん、まあ、3、40% くらいはいけた感じなんで、うん、いい1ヶ月だったですね。確かに。なるほど。自分も600万になった時点でこの戦略取ればよかったってことですね。今日くれ。600万だったらいつぐらいですか？何ヶ月？多分4月の10とかそこら辺だと思います。あのコインベース IPO、IPO というか上場の本当前くらいだと思いますね。そうですね。僕もこの4月10日から今、大体横ばいなんで、皆さんが僕と同じ感じのポートフォリオにしてたら、うん、ここはもう600万を維持してこれ維持してた、ってました、ね、はい、
でも600万まで育ってたらもうこの企画終わっちゃうから。いや、僕これ、いや僕これネタも含めて奥にしたいと思ってますけど、この企画が続く限りで50万からスタートして奥になったらまあ受けるなと思って。確かに。そうですね、100万ドル目指しましょう。目指しましょう、目指しましょうか。ミリオンダラーで。なんかネタで言ってたら逆に言っちゃいそうな予感がするんで。だって僕もとあれですもんね、50万1000万しますわ笑いみたいに言ったら、うん、なんかおこれいけんじゃんと思って。いや、そうですよね。でも確かにまたまたみたいな感じでしたけど、割と近いところまで。そう、まあ一応くて、でも冷静に考えると無理に近いですけど、まあネタとして頑張っていこうと思います。はい。ただバブルが終わっちゃう、バブル相場みたいな今の状況が終わっちゃうと、もう自分はヨーロピアンさんと違ってそんな高度なことはしてないしできないので、結構もうない、ナスがままになっちゃいますよね、うん、なので相場が続くことを祈るのみですね。自分は相場が続いてる限りは、うん、そのどの次のコインが上がるかっていうのはある程度経験と知識とかあれば、うん、まあなんかできないことはなんかある程度予想できるんですよね、うん、実際、うん、ただちょっと下がり局面でこうそれでもちゃんと利益出していけるっていうようなレベルでは全然ないので、まあ、はい、そういう人が他にも多いと思うんですけど、あのなのでこの相場が続いてる限りはいけると、なんか俺すごいと思う人もいるかもしれないですけど、それ相場に結構依存してるだけだよって自分は思いますけどね。自分はそうですけど、うん、はい、分かりました。じゃあこれちょっと次の動画で、じゃあ具体的にどういうふうにやれば、そういう戦略が取れるのか、あの相場が結構硬直状態とかもしくは下がり始めそうな時に、まあ、リスク低めでやれることをちょっと聞いていこうと思います。これはすごく参考になりそうなので、はい、モッチーもこれ聞きたいです。そうですね、うん、もう早速やりたいです、これ聞いたら。それだけやってるようになっちゃったでしょ、モッチー。リスク結構嫌いだから。まあでもいいんじゃないですか、それはそれで半々ぐらいにしたいですね。半分はリスク取って半分はちょっと安定的にみたいな、うん、自分もね、企画が始まったときはそういうふうに考えたんですけど、50% ビットコインで 50% 草でいこうと思ったら、気づいたらビットコインゼロになっちゃう、ね。そうですよね。今日ビットコイン1回も出てきてないから。やばい。はい、では、じゃあ、一旦今回ここまでにして、次の動画で、そしたら具体的にこうやり方とか考え方ってことで、戦略を聞いていこうと思います。じゃあ次回もよろしくお願いします。では。